かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、モーニング娘。です。道重さゆみと、さやしりほと、石田あゆみと、生田絵乃と、福村瑞希と、飯久保春菜です。はい、私たちモーニング娘。53枚目のシングル、ブレインストーミング君さえれば何もいらないが4月17日にリリースいたします。さあ、じゃあブレインストーミングの方は、じゃあどんな曲ですか。じゃあブレストの衣装を着ている3人から聞きましょうかね。はい、どんな曲ですか。あ、じゃあ石田から。はい、この曲は田中玲奈さんの卒業シングルになっているんですけど、うん、今までのモーニング娘。のもういいところを存分にこう取って、すごい贅沢なかっこいい曲に仕上がっているので、たくさん聴いてもらいたいのと、サビである芸人さんのちょっとした面白い振り付けが入っているんです、はい、なのでそこもちょっとプププと思いながらも見てほしいなと思います。はい、皆さんミュージックビデオの方も、アップされてますので見てください。お願いします。お願いします。そして君さえいれば何もいらないの方は、じゃあこっちのね黄色チームの方が紹介したいと思いますが、はい、どっちが喋りますか。はい、じゃあ春菜。春菜。はい、はい、この曲はですね、すごく大きな愛のことを歌っていまして、うん、愛し合っている2人が例えば問題が起きた時とかにどうやってこう乗り越えていくかっていうところまで書いてあるので、うん、ぜひその意味を理解して聴いていただくとまたイメージが変わると思います。はい、そしてそんな新曲も披露しています。私たちの春ツアーが始まっています、はい、タイトルはモーニング娘。コンサートツアー2013春道重イレブンソウル田中玲奈卒業記念スペシャルということで、5月21日の日本武道館まで続きますが、はい、ね、今回のツアーでね、小田さくらちゃんが初めての単独ツアーということで、はい、そして玲奈の卒業というスペシャルなコンサートになってますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてモーニング娘。またまたオーディションやっちゃいます。今回は12期メンバーオーディションということで、はい、未来少女をね、はい、探すオーディションということですが、はい、どうですか。またですか。未来ですね。入ってきますね。なんかぶっちゃけどんな子が入ってきても嬉しいんですけど、うん、未来少女なので、これからのモーニング娘。をこう背負っていくぞっていう勢いのある、自信のある女の子でもいいし、これから自信を持っていきたいっていう風な女の子でもいいし、本当に誰でもいいので、受けるのも自由なので、自由で何でも何でも受けていいので、世界の人受けるのは無理ですし、そう、無理です。ぜひ、はい、取らせてもらえたらなって思います。はい、どう、他になんかこんな子に入ってきてほしい、はい、私は未来少女って言ってるんですけど、まあ、そうやって未来少女って言ってる9期メンバーの一人なんですけど、12期が入ってきたら、はい、私たちで言う先輩だと5期メンバーさんに当たるんですよ。どういうこと。順番が、なんかそういう風に考えるとすごい上だなっていう感じもしてきてるので、なんか頑張ってもうちょっと先輩らしくなろうかなって思ってます。頑張るよ。ね、でもやっぱ今はすごい人数も新メンバーの人数がどんどん増えてきてるので、うん、みんな頑張ってる、切磋琢磨して頑張ってるんですけど、でもそうやって頑張ってる中にまたみんなのスイッチをポチッと押してくれるような、こうスイッチを入れてくれるような、すごい自分たちの気づかないような私たちの、はい、だからそういう子に入ってきてもらいたいなと思います。はい、皆さん、はい、ぜひ10歳から17歳までの可愛い女の子お待ちしております。はい、これからもモーニング娘。の応援よろしくお願いします。お願いします。